今回は時計の機構から離れた作品を作ろうと思います。過去に機械式7セグメント表示機というものを製作しました。これは7つのバーセグメントを機械的に動かすことで数字を表現しています。この7セグメント表示器よりもさらに動かすところが増えたものに14セグメント表示器があります。7セグメントでも数字以外にアルファベットが何とか表現できたりもしますが、14セグメントになるとアルファベットも難なく表現できるようになります。7セグメント表示器と14セグメント表示器の動画は概要欄に記載しておくので、暇な人は見てみてください。さて、今回作りたいのは14セグメントのさらに上、16セグメント表示器です。14セグメントの上下2つのセグメントを分割することで16セグメントになります。これをからくり機構を使って作りたいと思います。セグメントの動作方法は発案者のアイデアにより足したようですが、私は過去にはカム、ラック、キニオンを使って制御させていました。14セグメント表示器を作った時もカムには表示する情報を入れたのですが、数字とアルファベットの36パターンを入れるだけでもギリギリでした。16セグメントでも同様の表示パターン数ではセグメントを増やす意味もないので、今回はまた違ったコンセプトで考えてみます。作品データができてしまったので、これで説明します。情報を持つ部品を内蔵せずにカードを挿入することで表示を制御するタイプを作りたいと思います。この表示器はいくつかの表示パターンを瞬時に切り替えることはできませんが、外部から情報を与えるため表示するパターンをめっちゃ増やすことができるようになります。これなら過去の14セグメント表示器と差別化することができると思います。今回の設計でポイントとなるのが 3D プリンター製のバネ部品です。これは CAD 上ではどの程度のものになるのかわからないので、実際に作りながらちょうどいいものを見つけます。全体のサイズは幅8センチ、高さ10センチ、奥行き10センチくらいです。それでは印刷します。バネ部品以外だとこのくらいの量になりました。セグメントのフレームは細いのですが、意外と出力できるものなんですね。セグメントは2色で分割したものを接着して作ります。軸とくっつくと一発アウトなので、四隅を点で接着します。表示部分ができました。ラックがスライドすることでセグメントを反転し色を切り替える仕組みです。部品が多いので組み立ても大変ですね。表示用のカードで動くか試してみます。この段階で微妙ですが、とりあえずバネもつけてみます。
種はスライドする部品を元の位置に戻すためにつけます。バネは10回くらい作り直しまして、最終的にこの形になりました。バネをつけて分かったのは、スライド部品が傾いてしまうことです。一晩かけて修正しました。左がさっきのやつで、右が新しいやつです。バネの力で傾いてしまっていましたが、カードの押す力を上側にも伝えることで傾かなくしました。カードの形状がちょっとだけ変わりましたが、まあ特に問題はないでしょう。続いてはスライドする棒につく小さなバネです。こちらも結構作り直していい感じのやつ3つに絞りました。取り付けて試してみます。1つ目のバネは可動域が狭かったみたいでした。2つ目のバネはいい感じですね。カードを入れた時にラックは動くのですが、設計が悪かったみたいでカードを取り出すことができないっぽいです。またまた一晩かけて修正しました。多分動画ではわからないと思いますが、簡単に言うと箱の中で板を動かすのではなく、箱を動かすようにしました。3つ目のバネも試します。2つ目と3つ目はそんなに違いがなかったのですが、感覚的に3つ目のバネを採用します。1セグが動きました。カードに穴を開ければ対応するセグメントが動くはずです。全てのセグメントが動きました。あとはケースに入れれば完成です。ケースに入れました。カードを用意したので使ってみます。各セグメントの対応する場所に穴が開いていれば表示、
穴が開いていなければ非表示になります。以上で今回の動画を終わります。ありがとうございました。